1991年日本グランプリは、1991年会1世界選手権第15戦として、1991年10月20日に鈴鹿サーキットで決勝レースが開催された。このレースは、マクラー・レン・ホンダのアイルトン・セナと、ウィリアムズ・ルノーのナイジェル・マンセルのタイトル争いのかかる戦いであった。マンセルが鈴鹿とオーストラリアを2連勝すれば、 タイトル獲得の目があるものの、一戦でも落とせばその場で、セナがタイトルを獲得するとあって、両チームは全力をかけてこのレースに当たった。またこのレースは、1987年から参戦し、日本における、会一ブームの牽引者となっていた、日本初のレギュラー界一ドライバーの中島悟の、最後の日本グランプリであるだけでなく、この年の8月に死去した。 ホンダ創設者のホンダ総一郎泣き後の日本グランプリであるという日本人にとって注目すべきトピックスがいくつも重なったグランプリであった。しかもこの年はホンダ、中島、瀬名が中心となった未曾有の下一ブームの絶頂期でありバブル景気もありチケットの争奪戦が起きた。実際に鈴鹿には前年を上回る観客が詰めかけ中島やホンダを応援するべく スタンド中に飾られた横断幕と日の丸で埋まった。このレースにおいてドライバーズタイトルを獲得したアイルトンセナのマクラーレン MP4、6ホンダホンダは母国グランプリに向けて鈴鹿スペシャルエンジンを投入。セナの同僚ゲルハルトベルガーが1分34秒700のコースレコードを記録してポールポジションを獲得した。このレコードは2001年に ミハイル・シューマッハによって破られるまで10年余り、鈴鹿サーキットのコースレコードだった。2位にセナが並び、マクラーレン・ホンダにとっては最高の予選結果となった。なお、マンセルはセナに次ぐ3位となり、優勝とドライバーズタイトルへ向けてかすかな希望をつないだ。以下は、フェラーリのアラン・プロストが4位、マンセルの同僚リッカルド・パトレーゼが5位、フェラーリのジャン・アレジが6位と続いた。 7、8位には、ベネトン・フォード J を抑えて、ミナルディ・フェラーリの2台が並んだ。ティレール・ホンダの中島は、ホンダが、ベストのエンジンと、太鼓板を押すエンジンを用意してきたものの、シーズンを通じての懸案であった、マシンバランスが悪く15位に低迷し、チームメイトのモデナも14位に終わった。前年に3位表彰台に上ったラルース、ローラコスワースの鈴木アグリは、 パワーにかけるマシンに手こずり25位。コローニコスワースからスポット参戦となった。ハットリナオキはマシンの性能が低い上にマシントラブルが影響し予備予選落ちとなった。フリー走行から予選にかけて大きなクラッシュが発生した。ローラコスワースのエリック・ベルナールはヘアピン通過後にスピンしてウォールに激突。足を骨折して欠場となった。ベルギ GP でデビューした。 ベネトンのミハイル・シューマッハは予選2日目に 130R を過ぎたあたりで遠石に乗り上げ、スピン、コースアウトし、マシンを大破させたが、体には異常がなかったため決勝レースにはそのまま出走した。フリー走行中負傷し、欠場、マクラーレンの連携プレー、編集ナイジェル・マンセルのウィリアムズ FW14、ルノー決勝レースは53周で行われた。 優勝するしかないマンセルは、スタートダッシュを狙ったが、フロントローのマクラーレン2台によって動きを牽制され、1位、ベルガー、2位、セナ、3位、マンセルの順のまま1コーナーに突入した。マクラーレン勢は役割を分担し、セナがマンセルを後方に封じ込め、その間に、ベルガーが逃げるという戦略を取った。1周目のヘアピンカーブを立ち上がった、フェラーリのアレジが、 エンジンから白煙を出し、このレースにおけるリタイア第1号となった。また、死刑員を過ぎたところで、中段グループに多重クラッシュが発生。スクーデリアイタリアのエマニュエルピロ他3台がリタイア、したが、全車ともグラベル上で止まったため赤旗は出ず、レースはそのまま続行された。マンセルのコースアウト、編集マンセルはセナから1秒以内で追走するものの、 トップスピードに勝るホンダエンジンと鈴鹿サーキットのコース幅の狭さに阻まれ、オーバーテイクを仕掛けることができなかった。マンセルはセナのスリップストリームについて10周目の1コーナーにアプローチしたが、車間を詰めすぎてダウンホースを失い、遠赤を越えてコースアウト。2コーナーのグラベルにはまってリタイアとなり、タイトル獲得の希望は早々に継いえた。 この時点で2年連続チャンピオンが決定したセナは、ペースを上げて、ベルガーを追走することになる。中島のリタイヤ、編集中島は15万人を超える観客の声援と、スタンド中に飾られた大弾幕、数万の応援の小型を受けて戦っていたが、スタートで順位を落とした上に、ピレリタイヤのグリップが悪くバランスの悪いマシンに、悩まされた。 DJ ランボルギーニのティエリー・ブーツェンやエリック・コマスとのバトルを演じ、一時は5番手まで順位を上げるものの、31周目に突如サスペンションのトラブルが発生し、マシンのコントロールが効かなくなり、S 字コーナーでクラッシュしてリタイアした。中島のリタイアのアナウンスにサーキット中のスタンドから悲鳴が上がるものの、マシンをオりパドックに向かう中島は観客に笑顔で手を振りつつ、自身にとって、 最後の日本グランプリを締めくくった。ベルガーの勝利、編集優勝者のゲルハルト・ベルガー・セナは、エグゾーストパイプ破損というトラブルを抱えて、ペースを落としたベルガーを追い上げ、18周目のバックストレートでかわして、トップに立つと、そのまま、独走体制に入った。最終ラップに入り、そのままゴールするかと思われたが、試験員を過ぎた最終コーナーで、突如、ペースダウンし、 ベルガーが再逆転してトップチェッカーを受けた。レース前、両者は1コーナーをトップで通過した者がそのまま先に行くという約束を交わしており、セナがこれを守ってベルガーに勝利を譲った。これを友人のベルガーに花を持たせたという美談と取るものとそのような約束があったなら途中でペースアップしてベルガーを抜く必要はなかったのに、 自分の速さを見せつけるべく一旦トップになってからわざとらしく譲ったと取る見方がある。実際にレース後にはベルガーが約束を破ったセナを問い詰めチームオーナーのロンデニスと話し合うという一幕もあった。しかしセナはドライバーズタイトルを取るためにサポートしてくれたベルガーに対しての感謝と主張した。ベルガーは最終コーナーでスローダウンしたセナを見て燃料切れだと思い世の中に 正義はある。もともとこのレースは、私のレースのはずだったのだからと思ったという。レース後、勝利を譲られたことを知り、少しも嬉しくなかったし、もし、セナの計画を事前に知っていたら、自分もブレーキを踏んでセナをパスしなかっただろうと、語っている。その他の出来事、編集3位には、ウィリアムズルノーのパトレーゼが入り、4位には、フェラーリのプロスと、 5位には当時日本人オーナーのもとにあったブラバムのマーティンブランドルが入りヤマハエンジンにとっての初入賞となった6位には中島と同じくバランスの悪いマシンに手こずったティレルホンダのステファノモデナが入った鈴木は中島に先立つ27周目にエンジントラブルでリタイアに終わったなお序盤に4台がまとめてリタイアになるアクシデントがあったことや その他様々な理由で15台がリタイアし、完走したのは11台であった。序盤にリタイアしたマンセルはピットに戻って私服に着替え、レース後マシンを降りたセナを出迎えて、チャンピオン獲得を祝福した。過去2年間とは、対照的にタイトル決定戦はせいせいとしたフィナーレとなった。セナは、記者会見の席で、日本 GP 前のフィザ会長戦で、マックスモズレイに敗れた。 ジャンマリー・バレストルの話題を持ち出した。その中で、前年の日本 GP におけるプロストとの接触は、ボールポジショングリッドの変更を認めなかったバレストルに、火があったと主張し、革新的な行為だったことを明かした。シャンパンファイトが終わり、ポディウムから退場しようとしたセナとベルガーが、出口の扉を開けた途端、ロンデニスが、水が満載のポリバケツを持って、乱入、二人に、 大量の水を浴びせかけた。デニスは監修に向かって笑顔でサムズアップするがサプライズに驚かされた二人は残ったシャンパンとペットボトルの水を頭からかけ逆襲。追い詰められたデニスはポリバケツに残った大量の水をポディウム上から監修にぶちまけるという大立ち回りを演じた。普段冷静沈着、潔癖、完璧主義で有名なデニスが監修の前で ここまで喜びおろにして暴走したのは、後にも先にもこの時だけである。ありがとうございます。